はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。30をね回りましたね。2月13日の日曜日でございます。明日は14日の月曜日でして、明日はね、市場が開きます。今は閉まってます。日本は3連休でございましてですね、11日の金曜日、日本以外の国は開きましたね。あまりよろしき結果ではなかったというふうに、記憶をしてましてですね、日本もその後の時間外でですね、だいぶ東証のですね、日経平均は下がってました。で、明日の朝、主要市場では東京が一番早く開きます。で、どうなるんかと言いますとですね、その11日の時点と今現時点ではですね、やっぱり不安感が広まっておりますね。ウクライナです。要はウクライナです。アメリカの退避勧告が出て、日本の外務省も退避しろと言うて、アメリカの大使館員も今引き上げているという話がありますね。で、オランダの KLM 航空がですね、ウクライナ乗り入れを中止したという報道がさっき出てました。で、私はですね、その今日ちゃうかと、いわゆる今頃ちゃうんかなと、今頃始まってるとしたら今頃で、多分日本で報道されるのは今晩からあたりではないかなと、もしね始まっていればね。で、今日始まらなければ、明日明後日という可能性もありますけども、もうこれは北京五輪終わるまで待つんかなという気がしないではないんですけど、いや別に北京五輪終わるのをわざわざプーチンが待つとも思いませんしね。で、今日も別の動画で言ったんですけど、いろんな、ね、欺瞞作戦、偽旗作戦をやろうとしてるんですけども、ことごとくですね、CIA や MI6 に暴かれてですね、俺ら上がってんじゃんお前らみたいな、いうふうにされてですね、ロシアとしては非常にやりにくくなってる感じがします。かといってですね、もう行くんやというつもりで準備はできてるわけであって、ここはやっぱし、行かざるを得ないんちゃうかなと。なぜね、極東から部隊も呼んでるんですよ。極東から寒さに強いシベリア軍団っていうのを呼んでました。で、もう寒くてもお前ら大丈夫やろということで呼んでるわけでして、そう、ほんで他にですね、橋を作る部隊とかですね、もう要はほんまに行くでと、演習ではなくてほんまに行くでというふうにこう構えてるわけですね。で、昨日あたりからですね、オフィシャルな見解として、そんな行くわけないやんと、ロシア側から行きません、そんな行きません、行きませんと、そんなちゃうちゃう、西側の報道が間違ってるというふうに盛んに言うてるわけですね。昨日あたり盛んにそういう記事が出てました。ロシア人というのは、胸を張って大声で言うときには、嘘の場合が多いというのが定説でございましてですね、始まったかなという感じがしてるわけですよ。要は油断をさせておいてガツンと行くという、だから今日かいなと思ってたんですけど、でね、昨日日本時間の昨日プーチンとですねバイデンが電話会談したというのは伝わってます。それも不調に終わったということでございます。で、今日かいなと思ったんですけど、今のところまだ報道はないですね。今日クリアしたとしてもですね、明日株式市場が開いたらですね、これこんなに不安材料ないですからね。どう言いましょうね、なってみな分かりませんけども、なったらどうなるんかっていう、もう確実に分かることは原油価格が上がるってことなんですね。で、11日の金曜日、ニューヨークダウは503ドル安いわけでして、私の見ているサイトではですね、原油価格が 93.93 って、ここのところの高値ですね、を更新して止まってる。これはもう瞬間的に100ドルを超えて120、30まで行くんちゃうかなと。この1日、2日のうちにね、もしウクライナ事変ということになれば。そんでその後はどういう展開なのかようわかりませんね。アメリカ、ヨーロッパがガツーと制裁をすぐに発表すると思うんですよ。でもそのなんていうかこう、どう言いましょうね、軍人さんたちは送らない、いわゆる部隊は送らないわけであって、そうするとウクライナが独力でですね戦わなければいけないんで、かなりこれでですね大きな犠牲が出る、一般市民にも犠牲が出ると。本当にやるんであればね、ウクライナが万歳してしまえばそれは話は別ですけど、
まあ大きな犠牲が出そうで、これはもしかして第二次世界大戦以降で国と国同士が戦う最大の戦いになる可能性がありますね。はい、まあそれは置いときまして、で株式市場はもしこれが起こらなくてもですね、それを恐れるあまりにですね、どう言いましょうね、売り、そういう時ってね、やっぱりね、人間の心理としてね、現金持っときたいんですよ。現金とか金とか持っときたいんですね。だからとりあえず打って打って、その手元のキャッシュを確保するというふうに走るのが一般的な考え方なんで、だから今ビットコインもですね488万っていうあたりでまだ動いてますけども、今500何万とか言ってたのがですね、やっぱりちょっと軟調なんですよね。でも有事のビットコインちゃうのかな、違うみたいですね。まあ分かりませんけどね、まだその世界中まだ日曜日ですんでね、もう日本も当然まだ日曜日ですけど、本格的に動いていないというところがあります。でニューヨークダウの時間外はですね、プラ6ドルということで、落ち着いてるんですよ、これが。よう分かりませんけど、CFONY ダウっていうのを見てるんですけど、落ち着いてます。これがもうな、まあでもね、時間外っていうのは当てになりませんからね。私は東京はガツンと下げて始まるんちゃうかなと。例え今日何か起こらなくてもですね、この不安感っていうのはですね、もう今世界中駆け巡ってますし、プーチンがですね、何もなくですね、引き上げるとも思えない、最低限ね、東ウクライナは取ってしまうんちゃうかなと。キエフは予防占領とかですね、するんちゃうんかなという気がしますんで、もうこのプーチンとしては苦しい、ちょっと苦しいところではありますけども、ここまで来てこう今更やめピっていうふうにはいかないような感じがしますね。ですんで明日はドーンとこの日経平均下がって、まあ、500円ぐらいは下がって始まって、その後どの辺で終わるのかっていうのは見ものですね。で為替はよう分かりません。今 115.37 と円安で終わりましたね。10日はそれで終わりましたけども、まあ、少なくともですね、原油は今93ですけど、何かあればすぐに100ドルいきますし、何もなくてもですね、この93から95あたり、まあ、ちょろちょろしてるんではないんでしょうかね。まだ何もなくてもしばらくは原油の高値っていうのは続きそうな気がします。それで金が高いんですよ。やっぱりこれは11日終わって1860ドルってなってます。多分ドルやと思うんですけど、これ1ウォンスドルやと思うんですけど、これは何か始まれば一気に2000ぐらいいくんじゃないかなという。やっぱり有事の金ですよ。有事の金なんで2000ぐらいすぐ行ってしまうんじゃないかなという気がします。ですんでちょっとね、明日朝起きてね、私いつも朝起きるのがね10時頃なんですけど、10時頃にへーって起きてきて、PC に電源入れて、今日はどうなってんのみたいに見るんですけど、できることならもうちょっと早く起きて9時過ぎには9時過ぎても遅いわって言われそうですけど、まあそうなんです、遅いんです、みたいなと。別に僕今フォールドがほとんどないんで、株持ってるんですけどね、持ってるんですけど自分で買うた株ちゃうし、まあ、あんまり関係ない株やしって、別にほんでもそれはそんなんで、ね、興味ないっちゃ興味ないんですよね。もうだ毎日株価なんか全然追いかけて日経平均分かるみたいな自分の持ってる株よりもほぼ見てない。なんか当面上がりそうにない株ですからね、私の持ってる株は。まあそれはええんですけど、まあそんなんや、それは置いといてですね、明日からなんかどうなんやろうって感じですね。で日経平均がガーンと下がって、まあ下がったまんまで終わるのか戻して終わるのかって、それは希望次第ですね。でも今のところなんかこうやばーって感じで、そのプーチンがなんかやばいことしそうな、そうですね、まあ、具体的にはね、行けっていう可能性が高そうで、
で、今中国もね、北京五輪やってますけどね、なんかこう、あんまりうまいこと言ってるようには見えないんですよね。ギクシャクギクシャクしてて、結局、北京五輪もですね、中国の国威発揚にはつながらずに終わるんちゃうかなと。こんな気がしますね、報道を見てますと。なんで、世界は不安定なまま、来週に突入するということですね。はい、この件について特に貼るところはございませんので、皆さんもそれぞれですね、ニュースをご覧になってください。はい、どうもありがとうございました。